はい、皆さんこんにちは、まいちくです。今日もドリスピー楽しんでいきましょう。いつもコメント高評価ありがとうございます。先日あげました、昨日ですね、あげました EX1 のね、リトポ検証に引き続き、今日もね、2つですね、今日はクラス見ていこうと思うんですが、今日はまず TA2 からね、ちょっと検証していこうと思います。これはね、もう28秒台前半の方もいますね。はい、28秒台にまず入ることが前提ですね、やはりこのクラスは。昨日と同じでこれは後付け実況になっていますのでご理解ください。この29秒049はですね、とりあえずのセッティングで走ってみたタイムなんですが、1回ね、皆さんとまた見ていこうと思います。そして毎回言いますけども、これはガチのリトポではありません。はい、このタイムを出すことができるリトロポイントとお考えください。まずコースを見ていきますが、最初僕はここでね、行こうと思います。皆さんはどのあたりでリトロを使っておられますか？2歩目、あそこのコーナーで僕は使いました。で、ここを流して、普通にここもスルーですね。で、このトンネルのあたり、ここでね、はい、見てます。このコースは結構皆さん見慣れたコースで走り慣れているんではないでしょうか。アイレベルマックスなのでスピリッツ出ましたが、29秒902ですね。はい、魂ドリンクを使わずに走った結果29秒902でした。ここからですね、少しセッティングも変えながら、リトロポイントもいくつか、試しながら走っていこうと思います。まず、魂ドリンクを飲んで、この動画でのね、第1走目となります。リトロポイントはほとんど変わらないと思いますが、まず走っていきましょう。ここでね、1本目、相手がコケスタしていますが、スピリッツをね、つなげるのが僕下手なんで、ここで吹きます。はい、そしてここで2人こうスピリッツをつなげながら、よし、つながってるね。で、ここで吹きますね。これミスってるんですよね。これがほんとね、ダメだね。で、タイムは、はい、28秒767。一つミスったけども、28秒台は出ましたね。GR スープラとてもいい車なんでね、ただやはりこの TA2 はですね、皆さんクリナーレをね、使っています。やはりクリナーレがね、最強ですよね、このクラスでは。GR スープラでできるところまで僕はやっていこうと思っていますが、あとはもうとにかくスピリッツをつなげないとね、話にならないですよね。本当、僕自身の努力がちょっとね、もう少し足りないかなというところ現れてますが、とにかくスピリッツをつなげればね、先ほどよりはね、いいタイムが出るはずです。この2トップで、GR スープラである程度のセッティングを組んで、何秒が出るのかという感じですかね。ご覧いただきましょう。よし、これ全スピですね。そして、はい、更新されましたね。28秒666ですね。まだトップの方とは 0.3、0.4 ぐらいこの時点では差があると思いますが、頑張った方かなとね、僕は思います。はい、皆さん28秒33とかね。なので、28秒台前半をね、僕も出していきたいですね。このセッティングでも、もう少しね、頑張れば。はい、ということで、今度はね、EX2 の方を見ていこうと思います。これ僕ちょっと苦手な、ね、コースです。はい。VRZ。星5でね、皆さん走ってますよね。
まあ、僕ももちろん同じ車でね走っていこうと思うんですが、これ560以下っていうねちょっと難しいですね僕にとって。とりあえず走っていきましょう。第1走目、まずどんなコースか皆さんと見ていこうと思いますが、まあ実際も走っているのでこういう風にね出てますが、最初で吹きます。で2本目はここで、でこのままここは僕はスルーして、そして最後のここですね、ここで吹きます。3本目、であとはもうつなげていくだけですね。まあこれは魂ドリンクなしなんですが、何秒が出るのか。さて22秒624ですね、はい。魂ドリンクなしでとりあえず走ってみたところ、22秒624でした。まあ21秒307がね僕の結果ベストタイムとなるんですが、魂ドリンクありでここからね走っていこうと思います。セッティング次第で変わってくるんですが、結構これねタイム変わってきますよね。同じにトップでやってるつもりでもね、1本目ここですね、で2本目がここで、まあ、2トップもねこれが正しいと僕は思ってません。はい、ちゃんとした2トップではないかな、細かく言えばですね。まず全スピで、はい、21秒347ですね。この動画で初めての、魂ドリンクありでは21秒347でした、まあ、21秒3台が出るっていうのは分かりました。はい、ということでもう少しねセッティングをね変えていろいろ試してるんですが、結局21秒307ですねが、ベストタイムではあります。結論を言ってしまえば、ただまあ21秒を切りたいですよねどうしてもね。ここでね同じように切って、ただこのコーナーもですね、このコーナーのどこで行くのか、前半なのか中盤なのか後半なのか変わっていきますよね、うん。さて今回のタイムは全スピで21秒322でした。なのでまあやはりね21秒307ですね僕の、ベストタイムはね。これもねやはりイトロポイントがちょっと違うのと、まあセッティングは同じだったかな、まあ、皆さん20秒8早い方はね走っておられます。まあ、21秒3だとね約 0.5 なので、ここをねどれだけ詰めていけるかっていうのはね、まあ、僕にとってもね大きな課題ですね。やはりセッティングも変えていかないといけないと思いますこれはね。はい、ということで簡単ではありますが TA2、EX2 と、はい、今回検証していきましたが、前回のね動画で走りました EX1、 これ少しね僕は更新しましたが、まあ、244位と、やはりね23秒台にね入らないとね、もう皆さんこんな感じですから。そしてね星7車星6車僕も両方ともねいろいろセッティング組んで試してるんですが、なかなかねいいタイムがね出るセッティングをね出すことができない、本当難しいですねこの辺りは。まあこれからね少しずつヒントをね自分でながら頑張っていこうかなと思っています。難しい本当セッティングはね、まあ普段からセッティングをね試行錯誤しておられる方の実力がね本当 TA っていうのは現れますから、まあ、実力が本当に出るねイベントですね。 EX1 も20秒台後半までね皆さん当たり前のようにも入ってきてて、 EX1 も23秒8切ってますね、すごい。やはりね苦手なクラスも皆さんありますよね。この TA1 とかもう明らかにね僕の戦闘力じゃ話にならないのでもう走ってないんですが、まあそれでもねできる限り頑張っていきたいと思います。皆さんもね悔いの残らないように
ベストタイム更新されることを祈っています。皆さん今日も見てくださってどうもありがとうございました。少しでも参考になれば嬉しく思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。We got nothing.